うちの父がですね、実は映像業界の人間で、円谷でバイトしてたんですよ。ウルトラマン太郎の現場にいた人間でして、で、うちの父が、あの爆破とかやってたんですよ。あのスイッチングとかやってて、はい。あの、その影響もあってか、ウルトラマンのフィギュアだけうちにはあって、僕の唯一の、遊び道具が、ウルトラマンのフィギュアだったんで、自分の中で想像しながらウルトラマンと怪獣で、まあ、ゴジラもいたんですけど、自分の頭の中に膨らんでた世界で、後に映像に出会うというウルトラマンとの出会いでした。いわゆるひな型と呼ばれる、あの、これをもとにいろんなものを作っていくというものなんですけども、それの1号と2号になります。本当、あの、私以上にですね、企画脚本をやってる庵野秀明がですね、自分でウルトラマンをかつてやってしまうほどウルトラマンが大好きな男で、その庵野の思いというのを本当ここに結晶させたいというのが我々の本当仕事でした。まだこれからもどんどんやっていくんですけども、本当ここには庵野の望んでいる、どういうのが庵野が好きなのか、どういうウルトラマンを庵野がなんか見たいのか作りたいのかということを、徹底的に集めてこの形になりました。